折りたたみ式の木製マンカラボードマンカラはアフリカや中近東、東南アジアにかけて古くから遊ばれている伝統的な一群のゲームの総称である。マンカラという言葉はアラビア語で動かすを意味する動詞から派生した名詞マンコラに由来する。ルールの異なる100種以上ものゲームが含まれ他のボードゲームとは明確に区別される特徴を持つ。西洋で広く知られている。 マンカラには、カラハ、オワリ、コンカク、オムウエソ、バオなどという名のものがある。マンカラで遊ぶ、人々のゾウルールは、非常にシンプルで、子供でもプレイ可能。アブストラクトゲーム、二人例、和有限確定完全情報ゲームであり、運の要素が全くなく、先読みを要求される。プレイ人数は二人。二列、または四列に並んだ穴の中に、小石、ビーズ、好み、 豆粒などを配列して遊ぶが、これら穴の中に入れるコマのことを以下の記載では、石と表記する。2列、または4列の他に左右に大きな穴があることが多い。マンカラという言葉は本来は、一群のゲームの総称だが、アメリカやヨーロッパのゲームメーカーの中には、カラハのことをマンカラとして説明しているところもある。また、日本のいくつかのウェブサイトでは、 マンカラ系のある一つのゲームだけをマンカラとして紹介しているところもある。紀元前15世紀頃の古代エジプトの首都メンフィスで、その原型となる遊戯の跡があるとも言われる。ボードゲームとして複数のメーカーから発売されているが、石と穴に対応するものがあれば遊べるので、特別な用具は必ずしも用しない。日本の家庭ならば、例えば画用紙に丸を描いて、おはじきや、 豆粒などを石にするなど、手軽に入手できるものを用具として遊ぶことができる。そもそも、元は地面に描いた丸と自然の石で遊ばれていたと考えられている。一家の記載は主に外部リンク、西アフリカのマンカラを参考にしている。すべてのマンカラ系ゲームには次のような共通の特徴がある。プレイ人数は2人。2人例は完全情報ゲームである。 多くのゲームでは横長に6から12個程度2列に並んだ穴を使い、一方の列の穴は一人のプレイヤーのものであり、他方の列の穴はもう一方のプレイヤーのものである。4列の穴を使うゲームもあり、この場合は角2列ずつがそれぞれのプレイヤーに属する。開始時に角穴に決まった数の石を入れ、角手番ごとにソイングと呼ばれる方法で石を動かす。これは、 自分の穴からどれか一つを選び、その穴にある石をすべて手に取り、その石を一つの穴に一個ずつ、隣の穴から順番に入れていく動作である。二列に並んだ穴の左右に一つずつの大きな穴があることも多い。この穴は単に取った石を入れておくだけの役割のこともあるが、スイングで石を入れるルールもある。穴に入れる石自体には敵味方の区別がなく、すべての石は、 同じ価値を持つ。各プレイヤーは自分の列の穴にある石のみをソイングにより動かせる。手に取った石の最後の石が巻かれる穴の状態で敵の石が取れたり取れなかったりする。この時穴の状態によってはさらに連続して別の穴の石を巻けるゲームも多い。どちらかの哲いでソイングができなくなればゲーム終了で取った石の多い方が勝つ。ただし先に 自陣の石をなくした方が勝ちといった別のルールも存在する。ソイングは一つ一つの穴に石を入れていく動作を言い、手に取った石すべてを巻き終わるまでの動作をラップという。一回のラップで敵の哲害になるルールをシングルラップと呼び、連続してラップできることもあるルールをマルチラップと呼ぶ。石を巻くときは2列の両端がつながった感情の穴の配列とみて、 半時計回りに巻くルールが多いが、時計回りのルールもあり、マルチラップにおいて、ラップごとに方向が逆になるルールもある。開始時に各穴に何個の石を入れるかという初期配置は、様々な形があり得る。主なものは、自陣の穴すべてに等しい数の石を入れる自陣の穴に、一つ置きに等しい数の石を入れるの2種類である。角穴に入れる、石の数は2から6個程度が多い。 62列の角穴に3個ずつの石を入れた場合の初期配置を示す。これがベーシックな初期配置である。渦でゲームの途中の局面でソイングを行った例を示す。ウィキペディア英語版でカラ派として紹介されているゲームである。また、イギリスでゲームメーカーから発売されているゲームの中ではベーシックとして紹介されている。ウィキペディア英語版で WEN オアレとして紹介されており、ガイブリンクのイギリスのゲームメーカーでオアリとして紹介されているゲームと同じである。マンカラ系ゲームの中では戦略性が高いものの一つであり、ェスや囲碁と同様にエキスパートが存在する。ガーナでは一般的なルールである。マンカラ系のゲームには多数の種類があるが、ルールには次のような変化がある。マンカラのバリエーション、あるいは発展型として、 いくつものゲームが作られている。毎年、世界各地で数百に及ぶマンカラトーナメントが開かれている。日本では2013年2月に初のマンカラ選手権大会が福島県レクリエーション協会主催で開催された。KIBA、ウィキアマンコラワールド、ありがとうございます。